みなさん、こんにちは。竹澤ギター検定委員長の竹澤でございます。私は仕事から自宅に戻ってきたところなんですけれども、まあね、その課題曲の方をまだ作らなきゃいけないところがたくさんありますので、まあ、作っていこうかなという感じです。今回のその竹澤ギター検定は、まあ、総合 A と総合 B と総合 C という感じにしているんですけれども、まあ、とりあえずこの間、総合 C と、総合 C と、あと総合 A の取りまで終わらせているので、次は総合 B を作っていこうかなという感じです。まあ、たまにはこういうメイキングっぽいのもいいかなと思って、ちょっとこの、なんかこう、作っている様子をお見せしながら、なんかのほほんとやっていこうかなと思うんですけれども。まあ、ご存知の方も多いかと思いますが、僕は Windows と Mac を、まあ、この併用しておりまして、大体まあ曲作るときとかは、この Mac を使うかなという感じです。とりあえずセッティングをしていきましょう。とりあえずまあ今、キーボードと、まあ、オーディオインターフェースをつないだ感じでございます。で、まあ、ヘッドホンをつないで、まあ、ところどころ皆さんに音もお聞かせしながらやっていこうかなと思うんですけれど、とりあえずまずキューベスを立ち上げると。とりあえず、まあ、ドラムを打ち込みます。自分はいつもこのドラムのところはまず鍵盤で、打ってしまうので、まあ、今回も手でまず1回入力をしたいと思います。で、その後に、まあ、ちょっと細かくその修正したりとか、なんか追加したりとかしていくような感じでしょうか。やってみましょう。テンポ150に切り替えて、これで1回撮ってみて、そのクォンタイズという、この音のズレを修正する処理をします。で、あとはまあ細かくちょっとこう直したりとか追加したりとかできるような感じでしょうか。これでクォンタイズはして。細かいドラムフレーズとか、ちょっとこの失敗しているところとかを修正していきます。音色を変えたりとか、強弱を変えたりとかして、まあ、より生、叩いているっぽくしていきます。出来上がりとしては、こんな感じです。一応今、入れ終わったんですけども、ちょっと。まあ、いいんじゃないでしょうか。で、まあ、これでドラム、トラックは作り終わったので、次はベースかなを録音していきます。では、適当に録音していってみましょう。今回使う機材というか、今回はビル・ローレンスのベースと、まあ、仮本なんですけれども、コンプレッション・サスティナーの2つを使って、そのまま録音の方をしていきたいなと思います。
まあ、こんなの何回かやって、いいテイクが取れたら、次はギターの方に進んでいきます。ではやってみましょう。とりあえず、まずざっくり完成形というか、そういうイメージが見たいので、まあ、音作りもそこそこに、とりあえず全部録音します。これでまあ、一段落って感じかと思います。一応、全トラック通ったんですけど、大体 OK だと思います。で、あとはここからそのいろいろイコライジングしたりとか、コンプかけたり、リバーブかけたりとかして、まあ、少しずつ音圧を上げたりとかしていくような感じです。まあ、いつもこんな感じで、その楽曲制作というか、まあ、今回の検定も作っていっているわけでございます。ここから、まあ、もっと細かくその波形を編集したりとか、まあ、EQ かけたり、リバーブかけたり、コンプかけたりして、ミックスをしていくような感じです。で、まあ、その自分で最終的にその簡易マスタリングみたいな、その音圧を上げる処理とかもやってしまうんですけれども、そこまでガッとやってしまおうかなと思います。とりあえず今このトラックを全部取ったんですけれども、これだけだとちょっとね、その隙間が結構ある感じなので、まあ、キーボードをちょっと入れようかなと、パッドってやつですね、ホワーンとしたやつをこのうっすら全体的にかけて、まあ、ちょっとこの音の隙間を埋めていこうかなと思います。まあ、いつもこんな感じで。作ってますよということです。うん。まあ、こんなもんでしょう。で、これでまあ、全体的に、まあ、できたかなという感じです。まあ、それぞれトラックにそのリバーブをかけたりとか、コンプかけたりとか、EQ かけたりとかして、まあ、キーボードを追加して、まあ、ちょっとここから2ミックスっていって、そのまあ、あのバブに置き換えるんですけども、そこで、まあ、軽くマスタリングっぽいことをして、まあ、出来上がりっていう感じですかね。こんな感じですね。まあ、こんな場合でいつもその作っているということでございます。どうでしょうか。まあ、たまにはこういう動画もいいかなと思って作ってみました。なんだか画面が遠くて、すごく見づらくて申し訳ないです。まあ、そんな感じでね、すごいこのテキスト文言も苦労して用意しているということですので、皆さんまた楽しんでいただければという感じですね。とりあえずまあ動画を撮影開始してから4時間くらい、4時間、5時間くらいという感じです。ちょっとまあ、すごく集中力が切れているので、続きはまた明日にしようかなと思います。そんな感じでまた違う動画でお会いしましょう。ははははははは。